テレポ。あ、もちろん私は控訴します。家内の方もこれは当然控訴します。学校法人森友学園をめぐる補助金詐欺事件で、大阪地裁で懲役5年の実刑判決を受けて保釈された籠池泰典被告と妻の淳子被告が東京都内で会見しました。泰典被告は懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けた淳子被告とともに控訴する考えを明らかにしました。家族もバラバラになって、家も売られ、保育園も売られ、幼稚園も売られ、あまりにもちょっとひどい仕打ちではなかったのかな。そこで懲役刑有罪 3年というのはあまりにもやりすぎではないかなと。そのことに対してのやはりこう一つの継承、やっぱり自分だけのことではなく、これから後そういう人が犠牲が現れないように